トンガ大主張国は、オセアニアにおいて、大きな勢力を誇った、大主張国である。トンガタプ島のトンガを中心とし、首都をムアに置いていた。海洋国家としての側面も強く、その最盛期には、交易帝国は、ニウエからティコピアに広がり、その影響権は、さらに広大な領域に及んでいた。トンガの交易帝国は、サモアのマヌア大主張及び、 フィジーのプロトゥ大首長の勢力衰退の後、紀元950年頃に形成され始めた。ヤップ島に本拠を置くミクロネシア公益帝国圏と同時代に並存していた。ポリネシアの地図1、ハワイ2、ニュージーランド3、イースター島4、サモア5、タヒチトンガはプロトゥ大首長及びトンガの大部分を支配下に置いていたマヌア大首長による大きな影響のものにあった。 いくつかの血なまぐさい戦争の後、トンガは他国の支配より脱してようやく自立した。このようにして、トゥイ・トンガの称号のもと王朝が構成された。初代トンガ大首長は、サモアの高貴な一族出身者を母に持つアホエートゥであった。彼の父親であるタンガロア・エートゥ・マトゥプアは、神格を備えるサモアの大祭司であった。このゆえに、王朝は世俗的と、 宗教的議会の両方において、権能を有するとみなされた。古代エジプトのファラオの役割が、これに類似した権能を有していた。アホエイトゥは、首都をトロアに置いたが、第9代トンガ大首長の下で、首都は、ヘーケタに遷都された。第10代トンガ大首長である、モモオと、その息子ツイタトゥイの下、と、交易帝国は、フィジーの全域とサモアの一部を含むまで拡大した。 帝国は国境前線を拡張し続けていき、西ポリネシア、中央ポリネシアの全域とメラネシアのある部分、そしてミクロネシアを含むまでになった。公益帝国はその最盛期にあっては300万平方キロメートルを超える海洋領域にその影響を及ぼした。帝国の直接支配下になかった多数の地域は区税を納める義務を課された。 首都は、トゥイタトゥイの息子の代になって、帝国の歴史において、最も有名かつ繁栄した首都であるムアに遷挙された。トンガの航海カヌー攻撃帝国の成功は、海軍力に大きく寄っていた。帝国の軍船は逆三角砲を備えた、航海カヌーであった。最も大きな船の場合、最大100人まで、登場可能であった。有名な船としては、トンガフエシア、アキヘウホ、ロミペアウ、 そして高いポマナなどがあった。トンガの繁栄を支えたのは強大な海軍力であった。交易を通じて得た莫大な量の富特税が国庫へと流入した。トゥイトンガの衰退は無数の戦争と内的な圧力により始まった。これに応じ、ファレファーが交易帝国の政治的顧問として設立された。ファレファーは初期においては、 王朝の運営を維持するのに成功したが、圧力は残存し、幾人かの統治者の暗殺が引き続き起こった。最も著名なものは、ハベア一世、ハベア二世、そしてタカラウであり、彼らは、暴君的な支配で知られた。1470年頃のタカラウの暗殺は、公益帝国の再編につながった。トンガ大首長の権能は削られ、純粋な宗教的役割に限定される他方。 世俗的目的で、新しい王朝であるトゥイハー・タカラウが形成された。この称号の下での最初の統治者は、モーンガモトゥアで、彼は、タカラウの長子であり、時代のトゥイトンが称号継承者となったカウール・フォヌア一世の弟であった。この体制は、続く100年以上にわたり成功したが、しかしトゥイトンが体制と類似して、新しい王朝は、 内外からの圧力の増大に直面し、この結果、第三の王朝であるトゥイカノクポルが成立した。この期間と続く期間の間に、公益帝国は一層に中央集権化し、その過程において影響力の大部分を創出した。1600年には、帝国はマリエトア一族によってサモアから駆逐された。この王朝の創設は第六代トゥイハータカラウアの息子であった。 無形の統治下の1610年頃であった。この新王朝は、先行する二つの王朝のどちらとも交代しなかったが、世俗支配において、トゥイハータカラウアと競合した。カノクポル大首長は、その母親が、サファタ出身のサモアの大族長であったアマの娘であったため、サモアの政治状況から大きな影響を受けた。結果的に、体制はより流動的で分散したものとなり、 民主化の始まりをもたらした。1799年に第14代トゥイカノクポル・トゥクアホが暗殺され、この事件を契機にトンガは50年にわたり続く内戦へと突入した。トゥイカノクポルの第19代王朝統治者であるジョージ・ツポー一世は内戦を1845年に帰化として捉えた。タウファー・ハウは成分法典を導入したため、 一般民衆の支持を得ることができた。最初の法典は1839年のババウ法典であった。同じ理由で宣教師たちは彼を講演した。法律の成立を利用して彼はトゥイトンガの宗教的権力を減少させ、また力あるカノクポルの族長たちの権威を低減させた。彼は王国を一つにまとめ、1875年に 国家に対する自らの統治を確実にする憲法を制定した。帝国の首都であるムアは、紀元前500年以前に創建された。とはいえ、その正確な日付は不明である。トンガの文化についてはほとんど知られていないが、しかし、トンガの人々が道路と運河の洗練されたシステムを有していたことは明らかである。人々はまた大きなピラミッドを建造し、 それ以外にも大きな石の建造物を作った。洪水と海面水位の上昇のため、首都は、その後、新しい場所であるヌクアルファに移転せねばならなかった。トンガの最も著名な境界表のいくつかには、13世紀にトゥイタトゥイの地聖火で作られた、ハーモンガーマウイが含まれる。トンガの王や女王たちは、巨大な石のマウンドであるランギに埋葬された。ありがとうございます。